まあまあまあ、やめて、まあまあ、映さないで、私のこと、うん、ママとして映さないでください、うん、どうも、うん、はい、ということで今日なんですけど、どうしました、まあ、あの不自然なんですけど、僕たちカップルね、あのカップルじゃないです、あの、まあ、いつもいろんなデートをしてるわけなんですけど、いやデートしたくないんですけど、私今日はちょっとなんかどんなデートしようかなって考えてたら、いいんですよ考えなくて、ちょっとあの今日あの母の日だってことに気づいたんですよ。あ、そうなんですか。はい、母の日、自分のことを産んでくれたお母さんに対してね、うん、なんていうかその感謝の気持ちを伝えたいとか、うん、なんか ねぎらってあげたいとか、そういうイベントの日じゃないですか。そうですね、うん、はい、あの僕たちはあの、はい、このカップルである以前にリナちゃんがあの僕のことを産んでくれたので、どういうこと、産んでないんですけどっていうのはその、僕からしたらちょっと待ってください、ママなんですね。産んでないです、うん、私あなたのこと意味わかんないです。なんでちょっと今日は親子で付き合ってるんですか、もうわかんないんですけど、ママであるリナちゃんにちょっと感謝伝えない、意味わかんない、意味わかんない、ママでもないしカップルでもないんで、えやめてください、全く関係ないんで、母の日どうしたのママ、うん、ママじゃないから、なんか遠近法でちっちゃくなってるなと思ったら、なんか子供っていう設定にしたかったんですね。まあまあちょっと意見割れましたけど、はい、いや変な意見言わないでくださいよということで、ちょっとあの、うん、じゃあママにね、今日はあのママって呼ばないでください、気持ち悪い、感謝の言葉を伝えるって言ってたので、彼女にされるより気持ち悪いです、全然ということで、じゃあママ一緒に、じゃあママって呼ばないでください、せーの、レッツデートスタート。デートにするの何、じゃあちょっとあの、昔に戻った気分で、昔も何もないんですよ、だからちょっとその産んでくれてすぐ、だからそ産んだことがないので、あなたのことをの時もその記憶ないです、私の気持ちに戻って戻るとかないんですって、だから、うん、まあちょっと感謝を伝えたいなと、ちょっと生まれた時ってあとその感謝しなくないですか、別にその生まれた瞬間って、あ、そうそうそうでしょ、そうでしょ、はい、そうでしょ、これ分かりますよね、皆さん、うん、この気持ち、どういうこと、分かんないと思います、それはあの本当のお母さんに対する冒涜ではないですか、まあまあちょっと一回やってみよう、一回やってみよう、嫌です、いいです、やらないで、ちょっと待ってて、待ちたくないです、何ですか、気持ち悪い、待ってないよお前のことなんて、やだ気持ち悪い、ママママって言ってる、ママじゃないのに無理、ゲロ吐きそう、俺さ今生まれた時、はい、みたいにその言葉喋れないでしょ、知らないです、もう分かんないです、その設定みたいなので、俺でも感謝伝えてって言ってたから、そのほらあの言葉を教えてくんないと、でその感謝されるべきことはしてないんで大丈夫です、その感謝伝えなくて、ちょっとその姿戻られてもなんかそのおしゃぶり加えてなんか赤ちゃんに戻ったとされても、ちょっと気持ちが悪いだけなんで、その成人男性がそれ加えてるの、ちょっとあのなんかちょっと今日噛み合わないな、今日なんかいつも噛み合ってないですよ、別にちょっと噛み合わないな、彼女じゃないのに彼女って言われて、とりあえずその言葉まだ喋れないから、その言葉を教えてくんないと、ありがとうって言葉を、なんでその無駄なことしなきゃいけないんですか、教えて、喋れるのに実際意味わかんないんですけど、 OK じゃないです、何も最初から何一つ OK じゃないんです、私、じゃあ行くよ、今日これつけたらスタートね、やだやだやだ、つけんな、じゃあ、うん、何その急に表情変えられる、キモい、蹴り飛ばせないよ、なんかちょっと地味にうまいのやめてくれませんか、気持ち悪さが増すので、ちょっとなんか小さい子のこと嫌いになりそうでやだわ、小さい子のこと、何その子、覚えなくていいです、その言葉覚えたとしなくていいです、それ覚えな、何もううちの言うことをあの復習しないでいいですから、もう蹴るぞ、もうって何やってんの、何やってんの、いや自分なんだよ、ずっと何やってるの、いやじゃあ、俺そのあのありがとうって教えてって言ってるよね、いや知らないです、何覚えなくていいからじゃなくて、でそのありがとうを覚えさせて言ってもらいたくもないんで、別に
なんかそのためには最初あなたにありがとうって言わないといけないの嫌だし、なんかちょっとそれひどくない？それなんでですか？何がですか？母の日って、うん、そういう日じゃないですか、うん、じゃあ例えばこれ見てる人がね、うん、その感謝の気持ちをお母さんに伝えようかな、どうしようかなって迷ってる時になんか、はい、いやそんなことしてほしくないですとか言って、ひなちゃんが言ってたら、あれ感謝の気持ちこれ伝えない方がいいのかなってなっちゃうでしょ、うん、思いませんよ、大丈夫です、なっちゃうので、あの本当にあの、うん、見た感じわかるんで、ママじゃないことはあのちょっとあの本当言葉を教えて、うん、でなんでですか、うん、だから言葉教えて、本当のお母さんにありがとう言いに行ったらどうですか、うんうんうん、一番母の日にしちゃいけないかもしれないですよ、そんなこと他の人をお母さんとするなんてダメですよ。確かにね、あの稲ちゃんが言う通り、はい、その自分のお母さんじゃない人のことを、うん、お母さんとか言ってね、うん、言ってるさ、おかしいことじゃないですか、それ。うん、それやってるんですよ、あなたが、うん、何だから俺はあのその自分のことを産んでくれた、うん、その本当のお母さんにその感謝の気持ち伝えたいって言ってる。複雑な家庭で育ちゆくのこの子、どういうこと？何を言ってるの？何なの？なんか噛み合ってないな、なんか。ずっといつもそうなんですよ、別にその今に始まったことじゃないから、それ、そう、うん、落ち着いてください。はい、ちょっと一回大人に戻りました。そんなないから、もう意味わかんないですから、それとりあえずみなちゃん、ありがとうってこう感謝の気持ち、ありがとうって、うん、はい、ちょっと言ってみて。ありがとう。そう、ありがとう。はい、ありがとう。そう、うん、ありがとう。ありがとう。そうそうそう、こういう感じで一回自分で言ってみて、じゃそれ聞いて覚えるから、はい、そしたら言うのよ。うん、うん、言えるじゃん別に今。今はね、大人だから、ね。何その設定、キモいんだけど。どこ言ってくださいよ、別に。じゃあ子供にあなたが戻って言えばいいんじゃないですか、言えるんだから。何？俺そんな難しいことしようとしてるかな。いや、なんかその気持ち的に難しいです。うん、あのやることは簡単なんですけど、別に多分できると思うから、とりあえずありがとう、ありがとうね、うん、言えばいいんですよね、その子供になったあんたに。 OK、 うん、 OK ではありますけど、じゃあちょっと子供に飲んでみます一回ね。それ何なの、キモいって。よいしょ、気持ち悪い、無理、もうゲロ吐きそうなんですよ、もう。ママじゃないんですよ、ママじゃないですよだからさ、やめてくださいよ、同じこと言うの。ママ探さないでください、いないので、あなたのお母さんもここに。ゲロ吐きそうなんですけど、ゲロ吐きそうなんですけど言葉しゃべれるんでしょ、だからもうありがとうって言いたいでしょ、その状態で。もうありがとうって言えばいいじゃないですか。もうなんか録音するおもちゃみたいになってる、もうやだ。もうりなちゃん、もう何、りなちゃんの子供、あのゲロ吐きそうなんですけどって言っちゃうからそしてそんなこと、子供の言葉を教えたらさ、うちの実際の子供がいたらそんな言葉教えませんよ。教えないでしょ、そんな、ちょっとね、うん、な下品じゃないですか、はい、うんうん、自分の子供なんだから。自分の言葉じゃないんですよ、あなた。自分の子供に使ってほしいよ。それやめた、もう本当に。どうしたもう実家に帰りなよ早く。なんか教えないだからありがとう、ありがとう言えるんでしょ気持ち悪いんですけど、それ、うん、ありがとう、うんありがとう。ありがとう。はいはいはい、これでいいんじゃないですか。うん、何？産んでくれて。だから言えてんじゃないですか。もう。ありがとう。はい、言えたじゃないですか。その産んでくれての部分教えてないの。もういいじゃないですか。くしくし。いやいや。産んでくれてありがとう。産んでないですよ、あなたのこの。なんでこれしたいんですか、あなた。意味わかんないんですけど。はい、というわけで今日はね、僕のことを産んでくれたお母さんにちょっと感謝の気持ち伝えました。やめてください、だから。これひどいですよね、本当に。母の日にそんな風にしてるの。どうですか、ちょっと今日ね、点数つけとしたら。デートなんですか、意味わかんないんですけど。意味はわかるでしょ、普通に。いやー、もうなんか、わかんないです。全然、なんでこれをしてるのか。意味わかんないですって。わかんないでしょ、意味。まあ、真摯に受け止めるしね、普通に。そのじゃあ今日のデートあんま楽しくなかったなとか思うんだったら別に真摯に受け止めるから、それは、うん、それはもう辛口最近してよ。いや普通に、全部気持ち悪いんで0点です、クソが
いや、なんでですか。ここまで付き合ってあげた私にありがとうとかないんですか、逆に。母の日って言ったらね、うん、あのカーネーションとか渡したりするじゃん。うん、はい、そうです、ね。とかも渡したかったし、うん、そのお母さんの似顔絵とかも、うん、ちゃんと書いて渡したかったし、うん、なんかそういう風にこうなんかどういう風に感謝伝えようかなっていっぱい考えてたのに、はい、なんでそれやらせてくんないかな。本当のお母さんにしてあげてくださいよ。でもこの年の男の子からその似顔絵とかもらっても怖いから。この年になってから、そういうことをやるのが、ちょっとおかしいでしょ。はい、あ。いや、おかしくないでしょ、別に。だから俺ずっと、その子供に戻って、うん、子供心の状態、ままでね。その方が気持ち悪いですって、それ。うん。やめてくださいよ。もう嫌な気持ち悪い。今日はね、どうと嫌いですけど、また頑張ろう。なんで立ち直れたんですか。せーの、バイバーイ。めっちゃ産んでくれてありがとう。産んでないですので、それやめてください。